マグナス・サミュエルソンは、スウェーデン・エステル・イエータランド県心だし、キサ出身のアスリート。各国の怪力コンテストでタイトルを総なめにし、人類屈指の力持ちとして知られる。1998年に、最高ミネタルワールド・ストロンゲストマンで優勝し、世界中に有名を轟かせた。本職は農家であるが、現在は俳優として、劇や映画にも起用されることがある。 筋力は、握力約 165kg、ベンチプレス 300kg、アームカール 140kg3 レップス、フロントスクワット 250kg10 レップス、バックスクワット 370kg、デッドリフト 375kg。上司の筋力に関しては、マンフレット・ホーバールと並び世界でも12を争うと、言われる。およそ回のコンテストに出場し、 ほぼすべてにおいて上位入賞。名実ともに90年代後半以降のストロングマンを代表する人物である。その怪力を端的に表すものとして、世界で5人しか閉じることができなかった、アイアンマインドシャヌトレーニンググリッパーコックナンバー4を小指抜きで閉じてみせたという逸話がある。幼少時より農作業で鍛えられていたが、やがて2メートル150キロの巨体に成長。 各種コンテストで頭角を表すようになる。はじめアームレスリングで名を馳せ、地元スウェーデンで十数年間無敗、青年期にはすでに欧州の大会を総なめにしていたが、ワールドストロングエストマンとしてのキャリアは1995年から、同大会のアームレスリングでネイサン・ジョーンズの腕を折るなど鮮烈なデビューを果たし、以降14年連続で決勝進出。アームレスリングの他には、 タイヤフリップやアトラスストーンズを得意としており、幾度か当時の世界記録を更新、その異名を叩いて石の王の名で呼ばれる。なお、人格面では非常に快活で礼儀正しいことで知られており、実力と相まって大会には多くのファンが訪れる。妻のクリスティンも過去2度の国内ストロンゲストウーマン優勝者であり、講師にわたってマグナスを支え続けている。 149cm ウエスト、104cm 上腕が濃い、61cm。ありがとうございます。